るの無理。戻るのも嫌なんだろ。じゃあどうすんだ。みんな落ち着きましょう。こんなのきっとリアルじゃない。私みたいなモブキャラがこんな非常事態に遭遇するなんて。外に離れがあるわ。あそこをお借りしましょう。鍵開いててよかった。俺らこっちで寝るけど、なんかあったら呼べよ。なんかって何？変なこと言うなって。夏目いいから。何これ人形って。野々宮ちゃん、よくパックなんてできるね。非常事態だからこそ普段通りのことをしているの。気持ちを落ち着けないと。食欲ないし、そろそろね。私メガネ、メガネ。人形？日記？あの人の。雪見大丈夫？うん、平気。片付けは明日にして寝ましょう。きっと明日もたくさん歩くことになるから。あの日記にあの人が自殺した理由が書いてある。見ない方がいい。見たらきっとトラウマになる。人形に殺されるなんてそんなわけない。きっと精神を病んで自殺を。きっと壁の落書きに深い意味なんてない。それに人の日記を読むなんて悪趣味だし。でも気になって眠れない。これ農村体験の4日前に書かれてる。これは全て私の身の回りに起きたこと。何かに吐き出さないと正気じゃいられない。私は夜村の老人たちに呼び出された。この女がヒーナ様を盗もうとするからだよ。罰当たりが。ヒーナ様の生贄になってもらおう。そうだ、それがいい。はあ？よそ者がヒーナ様を村から持ち出そうとした。ヒーナ様はお怒りに違いない。ヒーナ様に害をなす者が現れた時、村に災いが起こる。そうだ、村人に不幸が続いた年もあった。地震があった年も。このジジイども、人形のたたりなんて本気で信じて。また不幸なことが起こるのでは。人を殺したってのにこいつらイカれてる。この女の血を
ヒーナ様に捧げるのだ。この村には6体のヒーナ様がおられる。それぞれをあなた方6家がお守りしてきた。6つに咲いた女の体をヒーナ様の生贄としよう。さあ受け取るのだ、漆谷花。なんでよりによって首？なんで、なんで、なんで私がこんなもの持って帰りたくない。でも捨てて帰れば私が捨てたとバレる。そうなれば私も。なんでこの女もあんな人形を盗もうとしたんだか。くれてやりたいくらいなのに。飲まなきゃやってられない。酔った勢いじゃなきゃあんなこと、こんなことして本当にバレないんだろうか。なんで、なんでここにあるのよ。どうして人形の中に隠したはず。もう一度蔵へ持っていかなきゃ。あったまいたわ、飲みすぎだ。昨日のあれもきっと酔ってたから人形の中に入れたと思い込んでたんだ。生首が勝手に移動するなんて、そんなこと。他の人たちはどうしたんだろう。ちゃんと隠せたんだろうか。やれやれ、昼から酒かね。用事を託しに来た。3日後の農村体験を中止したい。城南高校に連絡してくれんかね。知らないわよ。これが電話番号だ。もし礼儀知らずな高校生どもがヒーナ様を暴いてみろ、死体が見つかるなんてことになったら。任せたよ。クソ坊主が。さっさと済ませよう、頭おかしくなりそう。はい、城南高校です。あ、高人村の漆谷と申します。高取先生はいらっしゃいますか。うちの学校に高取という教員はおりません。高取先生がいない、一体どういうこと。あのクソ坊主、番号間違えたんじゃない。城南高校なんてよくありそうな名前だし。だったら農村体験の担当の方なら誰でもいいです。中止にしたいの。農村体験はうちの高校ではやってません。他の学校とお間違いでは。どこに連絡しろっての。夫婦揃って事故に、花さん一人が残されて。花さん、この地に残り
ヒーナ様をお守りするんだ。間違っても都会に出て全てを忘れて暮らそうなんて思っちゃいけないよ。そんなことヒーナ様がお許しにならない。あんたも同じ目に遭いたくないだろう。あんな人形がなければ私にはもっと別の人生があったはず。